まずは学級裁判の簡単な説明。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置き、黒以外の全員がお仕置きされ、みんなを欺いた黒だけが晴れて卒業となります。じゃああとはお前らに任せるよ。まずは被害者の特定からだ。正体不明の被害者、死んだのはキリギリッチだ。違う、足もおそらくシンコだ。だったらキリギリ、これだ。キリギリさんの手、それしこの、あっ、そんな、キリギリッチは幽霊なんだ。そんなわけないじゃない。ならキリギリッチが幽霊じゃねえって証明してみろ。あの死体って手袋してなかったよ。爆発のせいで燃えただけだべ。じゃあ爆発前は手袋してたの？きっと手袋はしてたはずだべ。それは違う。いや、あの死体は手袋をしてなかったはずだよ。あんなつけ、それに手をかけ、知らん、女のこのつけず、じゃあ、お、じゃあ最初、キリギリ
ッチが生きてるってことは、あの被害者は何者なんだべ。何か知る方法はないのかな。死体の顔は燃えてて判別不可能だし、モノクマファイルにも記述はないわね。死体の身元がわからないとなると、それは違うよ。死体の身元。え？何？死体。彼女。何？そう。傭兵部隊それ必ず死体の身元分かったぞ。フェイホスオスつまり戦あっ戦っそれいや俺が戦確かにつまりそれじゃフッズ戦じゃしだはいはそれいいかなどちょっとそのつまじゃいやあり待ってて変わったナイギだ絞られたどうし一気その妻だがなはい俺とその妻に逆そうあのさちょっといいかな何か反論もまそうすれば好きに俺はあつまりそこ俺するは俺だ死体をすん僕はでもしょっさすんさ殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時から朝9時までの間だ。一方ナイギッチのアリバイがないのが夜10時から朝7時30分までの間だったよね。それだけの時間があれば殺人は可能なはず。ナイギ何か反論がある。殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時から。それは違うよ。いや、な、そこ、あの、つまり、あの、ふかさん。認めないから嘘はかるのよ。違う知らないわよ。いい加減にして待ちなさいよ。私を責める。私が正しいのよ。認めないから嘘はかるのよ。違う
知らないわよ。いい加減にして待ちなさいよ。私を責める、私が正しいのよ。認めないから待ちなさいよ。これで証明するよ。そしてスプリンクラーです。じゃあでもだったそう。一つだけ言っておく、私がここで処刑されたから。つまり当然でしょ。これは黒幕のわ。黒幕じゃあ苦しい。お前はーい。だがキリギリ、キリギリはだから、だが実装してどう。アリバイね。死体がスプリンクラーで濡れていないから。どうする。死体をスプリンクラーで濡らさない方面白い。現場にあ、これだ。もしかして気づいたみたい。そう、実際あのビニールシートの汚れ、ビニールシートの片面だけが、逆に死体に面していた裏面は、つまり犯人はビニールシート。そこまでして死体が濡れるのを防いだ。おそらく殺人が起きた時間帯を誤認させるためじゃない。さっきの内儀君のような言い訳をするためにね。死体にビニールシートをかぶせることで死体が濡れないようにしたの。じゃあビニールシートが片面だけ汚れてたのはその分がスプリンクラーを浴びたせいか。でもそのビニールシートの裏面は少しも汚れてなかったよね。そっちはスプリンクラーを浴びてねえからな。死体に面してただけだから綺麗なままで当然だべ。面してただけだから綺麗なまま。それは違う。やっぱりだってさ、爆破する。触ると汚れる危険性がある。そんな死体にビニールシートをかぶせたら、ま、犯人が洗ったんじゃね。ビニールシートが使われたこと。それなら両面を洗い流すはずだ。片面だけ洗ったところで。そりゃあ、まあ、そもそもその時の死体の血自体が犯人、つまり犯人はビニールシートでスプリンクラーをやりそ、死体の上から偽物の血を撒いたんじゃないか。偽物の血って。わかった。保健室の輸血用の前に山田っちが死んだふりをした時、あいつはあの血を。いいえ、今回の殺人で使われたのは、犯人は現場の植物庭園から偽物の血を。
しかして鶏の血？え？鶏？事件前に植物庭園の飼育小屋を見たときは、事件後には4羽に減ってたんだ。つまり犯人は鶏…なんつう残酷なことする。そんなことで生き物を殺すなんてひどいよ。どうせだったら私が食べた。犯人がわざわざ現場から血を調達したのは、自分が歩き回ったのに、実際に鶏が減っていることが今の推理の根拠に。だとしても少々引っかかるな。犯人はビニールシートでスプリンクラーをやり過ごし、その後で偽物だが、死体の上から血をまいたなら周辺の床にも血が流れてしまう。あの時の死体は違ったぞ。血で汚れていたのは死体の服だけだった。周辺の床は全く汚れてなかった。確かに周辺の床が全く汚れていないのだとしたら、犯人はその場で血をまいたんじゃなくて、前もった。あなたたちが発見した時の死体って、その白衣、確か、いや、袖を通していなかった。上から白衣をかけられただけの状態だったよ。じゃあこれで決まりね。ごめん、話についていけてないんだけど、どう決まったの？つまり殺人が起きたのはスプリンクラーが作動するより前だったのよ。それなのに死体が濡れなかったのは、犯人が死体にビニールシートをかぶせたから。そしてその後、犯人はビニールシートをあらかじめ偽物の血で汚しておいた白衣を死体の上に。犯人はこれら一連の偽装工作を行うことで、殺人はスプリンクラーが動く7時30分よりも後に起きたんだってね。確かにその方法なら7時30分よりも前に殺人を実行することが可能だ。だけどさ、その偽装工作をするためにはスプリンクラーが終わった後に植物庭園に行かなくちゃいけないのね。大した時間はかからない。ビニールシートを回収した後、用意しておいた白衣をかけるだけ。大した時間はかからないよ。それはそうかもしれないけど、朝比奈さんは食堂で苗木くんと会った後、彼と一緒。私は先に体育館に行ってて、苗木は。じゃあそのくらいの時間的余裕。そんな不可能とは言い切れないはずよ。どうやらキリギリの言う通りのよう。さてと、振り出しに戻ったな。苗木のアリバイが不十分となると、容疑者は、リアルな話、どっちが犯人だべ。よっしゃ、思い切って運に任せっか。2分の1の確率だ。あ、だろ、ナイスアイディアだべ。そうじゃなくて、すごいこと思い出しちゃったんだ。なんだ、言ってみろ。あのさ、現場に黒焦げになったナイフが落ちる。ああ、爆発前の死体に刺さってたやつ。モノクマファイルによると、腹部から背中までぶっ刺さってたらしいぞ。で、そのナイフがどうした？あのナイフどこかで見た。それを思い、私が驚かないということはとっくに気づいていた。うん、だったらなぜ隠れ、隠してたわけじゃないんだ。よし、あ、死体に刺さってたナイフがない。こりゃもう間違いねえべ。 1200% のか。
体に刺さってたナイフってさ、私が苗木に預けたナイフよ。やっぱりそうだよね。あのナイフを持ったとなると、つまり犯人は苗木っちってことだべ。ナイフを預かってたからか。どうして僕が犯人ってことになるの？だってナイフの傷が致命傷だろ。だったら間違いねえべ。おめえがあのナイフでブスリとやったんだ。苗木まこと恐ろしい男に。あの死体に刺さってたナイフってさ、私が苗木に預けたナイフよ。やっぱりそうだよね。あのナイフを持ったとなると、つまり犯人は苗木っちってことだべ。ナイフを預かってたからって、どうして僕が犯人ってことになるの？だってナイフの傷がちっ、それは違う。そもそも戦場袋の致命傷は、それはさっきの偽装工作の話でも。嘘だべ、さっきは致命傷。思い出したよ、犯人は死体にビニールシートをかぶせた後、つまり被害者があの白衣を着たのは。それがどうしたんだけどさ、僕たちが死体を、ナイフは白衣の上から刺さってたよね。死んだ後に着させられた白衣の上から刺さっていたナイフは致命傷になるわけないんだ。お、同じ箇所を2回刺した可能性はどうなんだ？殺す時と偽装工作の時。モノクマファイルに書いてあったはずだよ、ナイフによる刺し傷。そうだった、盛大に忘れて。じゃああのナイフ、あれも犯人の偽装工作だったんだよ。きっと本当の致命傷に目を向けさせないために、より目立つ傷をでっち上げ、その後死体が爆破されたのも同じ理由だったはずだよ。あの爆破のせいで死体は激しく損傷、つまり証拠隠滅、それこそが犯人の目的。死体発見時にナイフの傷を印象付けておき、そうすることで最初の印象だけを残したまま証拠。あ、ちょっといい？そもそもの結局あの爆発って何だったの？真面目に頭を働かせろ。ねえ、だったら教えてよ。教えてやんべ。おそらく未知の粒子によって体内。それだけは違う、確実に言える。苗に答えてやれ。爆発の後、死体のそばに小さな破片が落ちてたでしょ。この破片があの爆発。あれ、それって見覚えがあった。当然モノクマを解体した時にあの爆弾の破片なんだからね。じゃああの爆発ってモノクマの爆弾のせいだ。ともかくこれで犯人の目的は、犯人はナイフの傷を致命傷に見せかけること。そんなことをして得をする人もう一人の容疑者である。ちょっと待って。なんだ、どいや、もう少し慎重に話し合った方がいい。そうだね、確かに気になるかも。まあいいだろう。
どうせ結末には変わりはないんだ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいの。モノクマファイルによるか。そうだ、後頭部に殴られた跡が。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきり、あの爆発は致命傷だな。当然だべ。爆発ナイフも関係ない。モノクマファイル、ただ頭部に殴られた跡が。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしい。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきり、あの爆発は致命傷だな。当然だべ。爆発ナイフも関係ない。モノクマファイル、ただ後頭部に殴られた跡が。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷が。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいの。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいの。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴る。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいの。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷はっきりしていないんだ。致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後、ナイフも関係ない。モノクマファイル、ただ後頭部に殴る。それ以外にもこの辺全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を続ける。被害者の致命傷がはっきり、あの爆発は致命傷じゃないんだよね。
ここで。ここで諦めたりしないぞ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいの。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいの。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていない。致命傷じゃないんだよね。おっだべ。関係ないのよね。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきり、あの爆発は致命傷だ。当然だべ。ナイフも手前のよね。だとすると他に怪しいの。モノクマファイルによると、そうだ、それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしい。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいのって。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。
では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないの。全身に無数の傷がある。諦めたりしないぞ。
では議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりした。この爆発は致命傷だな。当然だね。爆発がナイフも鍵ないもんね。だとすると他に怪しいもん。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。では議論を続けるぞ。被害者の致命傷が、それは違うよ。戦場ムクロの致命傷は後頭部の打撃痕だった。全身の無数の傷ってのは、あれは実…モノクロファイルによると、あれは以前からあった古傷らしいんだ。古傷じゃ関係…では間違いないな。じゃあ凶器って、モノクロファイルには鉄パイプ程度の太さってことは…どうしてそうなるのよ。ツルハシで殴ったら王だ。どこ、きっとツルハシを逆に持って持ち手の柄の部分で殴ったんだべ。無理よ、重さのバランスが悪いもの。いい、なんなら試してあげるわよ。さてはおめえ、間違ったふりして金属の方で殴るつもりだな。その後あんたの汚い脳みそ取り出して気が合うな。合ってるの、それ。凶器ならすでに見つかっているぞ。さすがは白夜様。なんだべ本当の狂気って。ナイギー、答えてやれ。お前にも。これだ。戦場ムクロの後頭部を殴打した凶器は、武道場のロッカーで見つけたジュラルミン製の矢だよ。ジュラルミン製の矢？犯人はそれで…ああ、間違いない。そう、なのか…ちょっと、あんた…いや、なんて、気になるんだから。しかっ…武道場のロッカーにあったジュラルミン製の矢、間違いない。あれが凶器だ。本当にそうなのかな。何を気にしてんだ。だってモノクマファイルには凶器は鉄パイプ程度の太さの棒状のものってあるよ。矢だと細すぎると思うんだけど。白夜様に口答えなんて1億年早いわよ。武道場のロッカーにあったジュラルミン製の矢、間違いない。あれが凶器。本当にそうなのかな。何を気にしてんだ。だってモノクマファイルには凶器は鉄パイプ程度の太さの棒状のものってあるよ。嫌だと細すぎると思うんだけど。それは違うよ。確かに矢だけだと細すぎる。もう一つの凶器、武道場のロッカーの中には、きっと犯人はこのガムテープを使って矢をガムテープで束ねることによって鉄パイプ程度の太さの、それを凶器として使ったんだ。三本の矢の教えと同じね。戦国武将である毛利元就が息子たちに説いた、一本では脆い矢も束になれば頑丈になる。
そうやって三兄弟。残酷な話だべ。後悔を聞いてないでしょ。とにかくこれで凶器も分かったはずだ。そしてそれらの凶器を武道場のロッカーに隠す。キリギリ強子も。私は武道場なんかに。いや、お前は間違いなく。どうして言い切れるの？もちろん証拠があるからだ。それ、ん？まさか犯人をかばうつもりじゃない。そんなことをしてどうなるか。もしお前がかばった人物が犯人だったら、その先俺たちの全員の。もちろん。だったらお前の手で示してやれ。さんが武道場に行った証拠は武道場のロッカーの鍵だよ。そんなものがどうして証拠になるの？これがキリギリさんの部屋に落ちてたから。私の部屋に？とぼけても無駄だ。それにこの鍵だけじゃない。アリバイの件も動機の件も苗木につそれらの全てがお前が犯人だと示している。ちょっと待って。またか。お前はどうしてもき…いや、かばうとかそういうことじゃなくて、キリギリさんに聞かなくちゃいけないことがまだの…キリギリさん、教えてほしい。昨日の夜、あの時何があったの？それは…私は、あなたを助けただけよ。え？もういいだろう。無駄話。ちょっと待って、間違わないで。私は犯人。まさかお前の往生際がそこだけど、私が犯人じゃないってことは。そうでしょ？俺がだと？今の言葉はどういう意味だ？そのままの意味。私が犯人じゃないということはあなたが一番よく知っているはず。トガミッチ、なんか隠してんのか？ヤクヤ様が私に隠し事するわけないじゃない。キリギリ、お前が犯人ではない根拠ならあるとでも言うのか？さっきのあなたたちの推理だ。私は武道場のロッカーに証拠を隠し、その鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。本当に私にそんなことができたのかしら。今の言葉はどういう力なのに、私が犯人じゃないってあなたが一番よく知っているのに。もう気がついたら、私が勝ち。お前はあるとでも言うのか？このロッカーに証拠を隠し、その鍵を自分の部屋に置いたらしい。しまった。今の言葉はどういう意味だ？そのままの意味は、私が犯人じゃないということはあなたが一番よく知っているはず。トガミッチ、なんか隠してんのか？ヤクヤ様が私に隠し事するわけないじゃない。キリギリ、お前が犯人ではない根拠があるとでも言うのか？さっきのあなたたちの推理だ。私は武道場のロッカーに証拠を隠し、その鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。本当に私にそんなことができたのかしら。今の言葉は
どういう力なのに、私が犯人じゃないとあなたが一番よく知って言葉道。お前のことあるとでも言うのか。さっきのあなたが言って、私は武道場だろうかにしよう。その鍵を自分の部屋に置いたらしい。
許してもらおうとは思わないわ。すべて私の責任だから。では、張り切っていきましょう。ついて。え？つまり。なんだと？それは。
ひどい匂いね。ええ、それは ねえ、それは、あなたは、ええ、だけど、そうね、つまり、ええ、私は苗木くん、そうよ、どうやら
なんで？でも、僕は知っている。僕は、僕の目的はここに残る。ねえ、そう、それは。私は、そう、それが、つまり。私は必ず。あのさ、私は だけど、それは、そうね、ええ、だけど、私は それは でも、とにかく、ええ、
そうよ。つまり、ねえ、とにかく大輝くん、とにかく
そうよ。ねえ、それは。違うわ。そう。ええ。そうね。でも。私は。違うわ。だけど。私は。それは。だけど。私は。だけど。それは。
でも私は違うわ。ねえ、そうよ。じゃあ、つまり、でも、だって。それは、行きましょうか。行きましょうか。でも、もし、は？ほら！だって、つまり、でも。だけど
しょ。いいわね。そうプンプン。だってでもねえ、そうよ。いいわね。ねえ。そうするべきよ。そう。そこで最後の勝負をしましょう。希望と絶望ね。ねえ、どうかしたくま。ねえ。くっくっくっく。うん。
ねん。だけど、それはだって、それはね、そうよ、だけどつまりそれは。どうやら妻、そうねえ、そうよ。そうね。大輝くん、つまりそうよ。そうね、だけど、違うわ。
だけど。そう。ねえ。でも、とにかく行きましょうか。ねえ、でも、苗木だよね。みんな、やっぱり苗木だ。どの角度から見ても苗木だよ。あら、生きてたの。まったく、ゴキブリな。念のために聞いとくけど、なんだこりゃ。苗木くん。なんだ。うん。そうね。つまり、はどうだってな。違うわ。はあ、なるほどな。え、そうよ。だけど、なんだと？でも、ひでえぞ。はっ。
それってさ、でもとにかく。とにかく。ふん、面白い。でも。私は。なるほどな。え？つまり。つまりだ。それは…でも…そうじゃねえのか？お前ら、すでにご承知かと思いますが、これから、この殺し合い学園生活は、真の怪盗、そこで公平を期すために、学園内の部屋、好きに調べてちょうだいな。お、うっぷぷ、では、が、やはははは。ふーん。まあ、いいだろう。トガミの名にかけてだ。じゃあな。おいおい。
ダメ。おっと、どうだってな。よし、でもだって、それは じゃあ、そう、苗木君。